今回は瀬戸北保育園さんにやってきました。それでは取材に行ってきます。瀬戸市西谷町にある瀬戸北保育園は社会福祉法人方向福祉会によって運営されている保育園です。今回は2人の保育士さんにお話を伺いました。7時15分から早い子は登園してくるので、その前に保育ができるように準備をし、室内や戸外で遊びをするので見守ったり一緒に遊んだりします。11時半から給食なので、それに合わせて保育室の準備や給食の準備をしていきます。給食の解除をしていき、12時半からは午睡に入るので、午睡の準備、布団を敷いたりとか一緒に着替えていったりとかをして午睡に入っていきます。4時からはお迎えに来る子もいるので、それに合わせてお支度をして、迎えに来るのを遊びながらお迎えを待つので一緒に遊んでいきます。親御さんたちよりも、子どもたちといる時間が長い時も多いので、成長を親御さんよりも早く感じられることも多々あって、保護者の方とお話をして、今日こういうことができましたよとか、昨日できなかったのにこれができましたよ、食べれるようになりましたよっていうのを話して、子どもたちの成長を保護者の方と一緒に感じられるっていうところですかね。その子の気持ちを、考えて受け止めるようにしています。子ども同士のトラブルの時も、その子なりの考えていることや思っていることがあるので、その子に合わせて落ち着けるようにしていって、その子の気持ちを汲み取っていけるようにしていることです。もともと瀬戸にずっと生まれた時から住んでいるので、今うちの保育園にいる子たちが、瀬戸っていう僕と同じところで生まれて育っていってくれるなら、その手助けをしたいなと思って、同じね、瀬戸が好きになってくれればいいかなと思って瀬戸を選びましたね。園長先生にもお話を伺いました。昭和23年から開園してますもんで、その孫のひ孫ぐらいになっちゃうかな、が世話になってるっていうおじいちゃんおばあちゃんたちも結構多くて、本当に伝統になる。で、昔は木造の園舎だったらしくて、その木造の園舎が懐かしいとか言ってみる方もありますね、はい、ちょっと行けば商店街やお散歩行ったり、それから瀬戸駅の方へ歩いてて電車見に行ったりして、本当に環境にいいところになります。キャリーレポー、今回は瀬戸北保育園さんにお邪魔させていただきました。先生同士が仲良く、とても温かい雰囲気の園だなと感じました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、バイバイ。